コンセールアット、サントリーホールは、山崎正義、通算4枚目のライブアルバム。2011年9月28日発売。制作は、ネータウェーブレコーズ、発売。販売元は、ユニバーサルミュージックゴード会社。企画品番は、アップックマイナス2257、8。同時に発売された同名タイトルの映像作品についても、 本校で取り扱う。会場のサントリーホール歌手デビュー10周年を迎えた2005年、暮れに開催され、翌年2006年3月に音源化された、ウィズ・ストリングス以来5年半ぶりとなる、ライブアルバム。サントリーホールにて、2011年4月5日と6日の2日間のみ、行われた、コンサート、山崎正義コンセールアットサントリーホールを音源化。 および映像化したものである。コンサートは、メジャーレーベルからの歌手デビュー15周年、記念企画として行われ、10周年時と同様に、音楽家の服部隆リ・を指揮者とした、ラッシュオーケストラ楽団を迎えて開催された。アルバムの選曲は4月5日、公演、6日公演から得りすぐった、ベストテイク集となっている。映像作品は4月6日公演を収録したもので、 ある。どちらも歌われたすべての曲を収録している。前述の通りライブアルバムは5年半ぶりであるが、ライブの単独映像ソフト化は、ファンクラブ内限定発売のものを除くと、ワンナイトスタンズオンフィルムズ以来およそ11年ぶりとなった。CD は、ライブアルバムでは、山崎正義にとって、初めて高品質の SHMCD 仕様である。また、 映像作品は、こちらも、山崎正義にとって初めてとなる、ドルビーデジタル 5.0CH サラウンドで収録されている。本作から約1ヶ月後には、2010年から2011年にかけて行われた、ワンマンライブを映像ソフト化した、ワンナイトスタンズ2010から2011オンフィルムズも発売された。発売当時、 芸能事務所のオンラインショップで CD と DVD を同時購入すると、それらをまとめて収納できるモスバートンのボックスが付与される特典があった。全ライブアルバムや前スタジオアルバムに引き続き、ディスクジャケットには本人の肖像が使用されていない。発売当時の商品パッケージ内には、同年11月から開催の 山崎正義スタンディングツアー2001と12月開催の山崎正義2011総決算。ライブスケジュール一覧が掲載されたフライヤーが封入された。ありがとうございます。